このつけです。さあ、本日は、夜回りパート6からやっていこうかなと思います。もう6来たんだね。前回がね、商店街に行って、異世界へ飛ばされまして、それから巨大ムカデに会う、そして襲われるっていうことになったんですけど、一番難しかったのが、最後の仕置きでした。今回はどんなのが待ち受けてるのか、楽しみですね。ということで、今回も、とりあえずセーブして、目的地がですね、特に書いてなくて、まあ、ひとまずね、恒例の自販機で、10円玉拾いますか。もうマックスなんだけどな、俺。だからもう拾えないんだけどさ。まあ、とりあえずね、不幸の手紙とかも届いてないしな。あ、ここも掘れるのか。掘ってみるか。骨の形のガム。どういうこと？あ、あれか、なんか、ペット用のさ、ちょっとふにふにした骨っぽいガムあるじゃん。ちょっと咳させて。はい、すいません、やっていきましょう。とりあえずね、なにあ！え？なんかブルーファルコンみたいなやつに襲われたんだけど。なに謎の場所来たよ。え、動ける？待って、なんかある。びっくりマークあったよね、今。斜めにあったな。なんだえ？どこ知らないんだけど、俺。動画外で動かさなくてよかったな。ここはどこだろう？マジでどこ？出口を探さなきゃ。そうだよね。10円玉取れなかったんだけど。ごめん、10円玉取れなかった。どこだ、ここ。フェンスあるよね。フェンス越しに夜に限るだ。開かない。そうだよね。ああ！ちょびっくりした。あ、これフィギュアのやつじゃん。俺がさ、前から見てた。何？心臓みたいな。ちゃ。来てるね。隠れる場所は？ちょ、ないんだけど、隠れる場所がない。とりあえず、あいつから、逃れないといけないよね。って感じで、ここどこマジで？俺がいた場所ってお家ここだよね。めっちゃ離れてんな。なんでこうなったんだ？マジでわからん。なんだ歯並びいいやつは。なんだあいつ。マジでわからん。あ、ここなんか、ついてるね。いけない。っていうことは別の場所行かないといけないのか。こっちはまだ先ルートって感じかな。ってことで、なんかドキドキ言ってんな。ボスキ、雑魚敵がいんのか。でもあっちちょっと通れなさそうなんで、さすがに。ひとまず、なんだ？大きなコンテナだ。中に入って隠れられるのか。なるほどね。隠れるか。ほう。なるほどね。わかりづらいね、今回隠れる場所が。ただ今隠れなくても別に大丈夫なんじゃないか？あれ？出られないぞ。どういうこと？バグった？あれ？動かないんだけど。どういうこと？あれ？ちょ、待って。あ、そういうことか。なるほどね。今回から、あれだわ。後ろ向いてる状態で A ボタンを押しても何もなんないから、しっかり扉の方を向いてやらないといけないわ。なるほどね。で、今回のさ、探索結構難しそうだね。10円玉拾えなかったのが一番悔いだわ。ここも隠れポジト。で、さっきいたよね、歯並びのやつ。開かないでしょ、ここは。こっち側行けたりする？あ、しないね。上側ちょっと行ってみるか。ちょっとね、あ、光ってんね。これはなんだ？ 10 円ゲットしたけど持ってるんだよね。ここは塩。まだ使うのか、塩。あ、わかった。俺わかったぞ。塩にセットしといて、これおそらく、これなんだ？パズルのかけら。いる！横にいた！今横にいたね。なるほど。よく俺当たんなかったな。こっち行けたりしないかな。あ、行けないね。上ルートとかも、あ、いるね。でもあいつは襲ってこないからな、特に。そんなに心配することでもない気がする。でも結構いるな。結構いるから気をつけないといけない。不意に当たっちゃうかもしんないから。なんだ、大丈夫か。ある、布の切れ端。ちょっと待って、いろいろアイテムゲットしたんだけどさ、下ちょっともうちょい探索したいな。棒がある、棒がある。やっぱね、このゲームの難しいところってあれなんだよね、見えづらいってとこなんだよね、敵が。だからどこにいるかわかんない恐怖っていうのがある。ここら辺も特に何もいけないから、じゃあ上上がるか。マップはどんな感じだ？なるほど、上ありそうだねって感じで上がります。すごいな、新しいステージ来たわマジで。新しいステージって感じめっちゃする。今まで結構森のステージでさ走ってたからさ、こういう工事現場系。あっ、ちょびっくりした。夜回り1びっくりした。何、落ちたぞあいつ。落ちやがったぞ、大丈夫か。なんで俺心配してんだ、敵の心配すんなよ。マジでびっくりした、今のマジでびっくりしたんだけど。下行って、あ、いなくなってんね。ここはなんもないね。落ちれるとかでもない。落ちたら死ぬか。じゃあ、これは、あ、大丈夫。これは大したことないな。なるほど。そう来るか。隠れる場所とかも特にないよな。じゃあもうここ橋渡るしかないね。このまま橋渡りの右側とか。あ、右側行けなさそう。あ、行けるわ。結構錆びついてんね。錆びついたメロディーだわ。工場の新聞。見れないのかな、工場の新聞とか言われても。隠れポジとかも特にない。ここ降ります。ここ初めてだよね。隠れポジ左にあったね、今。なんだ？あれね。ここは隠れポジではない。ドクドク言ってんね。敵いるのかな。フェンス越しね。っていうことは、後からこっちに来るという感じだよね。あ、いるね、敵が。敵がいるんだけども。あ、待って、あ、大丈夫か？危ねえめちゃくちゃいたんだけど、今。すげえ危なかった。でもこっち行ってる気がするな。なんで、もうちょい左に行って、で、キーのして、すごい痙攣してた、今。あ、なんかある。来そうだな。取ったら来るよ。ほらね。取る前に来たわ。で、ここに、隠れます。危ねえめちゃめちゃ危なかったんだけど。これ離していいよね、Aボタン。危な。すごい危なかったね、今。怖っ。めちゃめちゃ怖かったんだけど。ゲッチします。子供のサンダル。お姉ちゃんのではないのか。本当にね、怖いね、これ。てか、中間セーブとかないからさ、大丈夫か、これ。お地蔵パラダイスさん、今回いないからね。ちょっと難易度上がってるかもしんない、今回から。で、上行きますか。正規ルートっぽいね。上側に行って、ここらなんもないよね。結構アイテム集まってるから、いい感じかもしんない。後ろ来てそうだな。あ、いるね。いやー、ちょっと待って。結構敵が。バンバンいるね。来るよ。なんでちょっとね、襲われるんで、塩撒いてみたいな。これ塩撒いたりしたらどうだ？なんも起きないな、特に。さあ、一気に行くか。取ります。かけら、危ねえ。今危なかったね、めっちゃ。なんか、パズルのかけらゲットしたわ。大したことじゃなかった。いや、来てる。大丈夫か？あ、大丈夫じゃないよね。待って！で、さっきね、あっこで襲われたんで、隠れる場所っていうのをちょっと確保しておかないと、やばそうだな。こっち側行けなそうだしな。あ、来てるね。いや、これは、ちょっと一回、一気に駆け回ってみるか。前に。あ、まっすぐしか来ないのか、あいつ。なるほどね。っていうことは結構逃げやすいかもしんない。で、ここ行って、行くんだけどめっちゃ挟まってんなあいつ。だけどさ、行く場所がすごく分かりづらいんだけど。次の行くポジが全然見当たらない。ちょっと探索してみるか。お、なんかあった。鉄のパイプゲットしました。あー、来てる来てるいけないいけない危ない大丈夫か知らないよ、俺は。なかなか。おー、よかった。あーよし、来ました。で、さっきね、結構追われてたんで、もしかしたら、後ろとか追われてるかもしれないね。だから、結構走っていこうかな。錆びついた小さい鍵。ってことは、鍵がどっかで使われるという感じですね。ちなみにね、これ、あいつから逃げるのめちゃめちゃ時間かかってます。10分ぐらいかかった。あいつかな、襲ってきたのは。あいつだけっぽいね。こいつ。だから、こいつのためにここ来たという感じで、全然大丈夫かな。鍵をどこで使うかなんだけど、今のところ、ちょっとわからないですね。ちょっと散策してみますね。あ、オッケー。来た。で、これは石ころ。石ころ。危ねえ。待って。石ころのためにめっちゃ俺頑張ったんだけど、今。穴がある。なんだろう。お？ちょっと待って。いけるんじゃないこれ。あ、いけた。あれ？こんなんだっけ？俺気づかなかっただけかな。なんかね、フェンスは通れないものだと判断してたんだけど、通れた。ない部分があったね。ってことは、ここが、いけてない場所かな？敵はなんかいなさそうな気がする。あ、なんか、来そうだな。あ、10円か。俺の命の10円。ただ取れない。今回は。体力はね、なるべく残しときたいから、上側とかも探索できそうなんで、しようかな。さあ、ここら、あ、落ちてるね。ちょっと待って、なんだ。あれ？取れない。10円玉か。ちょっと石ころに切り替えとこうかな。塩がもうないんで、石ころに切り替えて、いるね。ほい。あ、さあ、ゾンビがさっきいたんで、気をつけないとね。ゾンビいるね。でも横通っちゃう。で、真ん中いるんで、ここも越して、ブッシュとかあるね。ちょっと左行ってみていい？あっスタミナないよ。もう、スタミナがねえ。大丈夫か？一旦隠れよう。隠れて。危ねえ。なんかね、びっくりマーク出るとき出ないときあんだよね。やめてほしいな、あれ。危なかった、今。てか、セーブポがないんだけど。あ、消えたね。オッケー。んで、なんか見えてない？これ気のせいか。あ、お地蔵さんいる。お地蔵パラダイス。ナイス。これはマジでナイスだわ。いや、これはマジで嬉しい。ありがたいわ。お地蔵さんはマジで嬉しい。あ、なんかあるね。これは光ってる。1円玉か。なるほどな。でも、ここって特に他、行く場所あるか？もう左しかないよね。あいつが追ってきた場所。あ、行けるね。んで、子供っていうらしいんだけど、黒いやつ。あれがめちゃくちゃ、俺は苦手ですね。あと、ゾンビ、普通に。ゾンビが苦手。ブッシュもこっちにあるという感じで。じゃあ、階段登りましょう。あいつね、急に来るからね、なんだ？安倍晋三がね、急に降ってくるから、結構ね、スタミナ残しといた方がいいんでね。どうする？どこ行く？どちらにしようかな。はい、左から行きましょう。あ、正規ルートじゃなさそう。OK だね、逆に。これなんだ？ LED か。こういうの、今あるのかな？全体が LED みたいなのあるよね。何やらケーブルみたいな。ちょっと、全然出てこないけど。光ってないね。あれは蛍光灯か、ただの。って感じで、ほんじゃ次上行ってみる？上がないわ。ここ、特に何もなさそうだな。ってことは、こっちで。来てるね。こっち側逃げたってことは、こっち側に逃げる場所があるってことだよね。俺はそう信じるよ。来てる？あいつ。まあ、一応隠れるか。一応隠れて、ちょっと待ってみる？待ちコンしてみろ、待ちコン。大丈夫そうだね。まあ、あいつはまあ、大したことなかったかな。ただ、一本線で来られるとね、ちょっときついな。さすがに。一本線は勝ち目がないから、でも基本的にあいつがいる方向っていうのが正解ルートだから、なんだ？どこでもドア。なるほど。ここで、俺の持ってる、結構アイテム持ってんな、俺。錆びついた小さな鍵で、開いて、どこでもドア。前回、もしもボックスだったよね。なんだ、ここは。え、ここどこいんの俺。上にいんの？え、上に乗ってんのこれ。どういうこと？え？どういうこと？あ、そういうことか。びっくりした。なんか、ドア開けたらさ、いきなりこの屋上の、この柱の部分に乗るのかと思ったら違うんだ。奥行きのせいなんだ、これ。草とかもあるけど。とりあえずこっち側とかも行けないでしょ？ピカピカがあんまないな。ここはなんだ？見えねえ。なんかドクドク言ってる。でも全然わかんないんだけど。ドクドク言われてもさ、逆側が正解ルートっぽいな。いいね。でも正解ルートをさ、確実に引き当てない感じが逆にいいよね。なんか寄り道してる感じでさ、なかなか動画の尺もちょいちょい稼げる。待ってないんだけど。隠れる場所なくね？隠れる場所なくね？これどうするこれ大丈夫なんじゃないか？言っても俺多分大丈夫な気がする。自分信じてるから。あいつはもういないって俺は信じてる。ただのびっくり要素。ほらねやっぱり。んでこっち側に敵がいると。はい、走ります。よし、ちょっと回復してそのまま歩きで、ある正門の鍵っていうことはどこまで戻ればいいんだこれ。これ無理じゃね？無理でじゃねえ色じゃないこれ。石投げる。あ、大丈夫だ。当たらないんだねあれ。なるほど。っていうことは気づかれていたうちは当たらないという感じみたいですね、あいつの仕様は。ただね、判定が難しいよね、普通に。で、正門の鍵、結構戻らないといけないかもしんない。来るか？来てるね。あんまり驚かないよ、もう。待って、横に避けた！ここ戻ったら、来るんじゃないか？あ、来てるね。正門の鍵は取ったから、そのまま走って、左。あ、意外と楽勝だわ。オッケー。落ちたんじゃないあいつ。いやーグロい。俺悪くないからね、安倍晋三。俺悪くねえからな。自分のせいだぞ。なんだ足音が。誰なの？おお、いつの間に下降りた。ガキから飛び降りたんじゃないかお前。骨いってんじゃね。おお。あ、出た窓ハンド。ピカピカ光ってるの気になるけどな。窓ハンドいたね今。ボスは倒したって感じでいいのかなとりあえず。10アイテムっぽい。待って、窓ハンドめちゃくちゃいる。めちゃくちゃ窓ハンドいるじゃん。窓ハンド倉庫か。これ取りたい。なんだ古いお守り。こういうのってさ、持たない方がいいよ。誰かが使ってたさ、お守りは。これはお姉ちゃんのお守り。あ、そうなの？うん、それは持って帰った方がいいわ。うん、確かに。お姉ちゃん。そうだよね、お姉ちゃんを探してるっていうのもあるしね。さあ、ここ開くよね。おい、どうやって開けた？超能力で開けたな。開けごまーみたいな感じで開けたね今。あ、終わった。はい、とりあえずセーブします。おー、夜回り。夜の街をぐるぐる回って、あのお化けにお姉ちゃんもさらわれたことがあるみたい。お姉ちゃんのお守りは強く握られていて、すっかりクタクタになっています。でも、確かにギュッと握りしめると、何かあったかい気持ちになれるんです。はい。ということでですね、パート6。あ、待って、なんか、スリップ落ちてない？まあ、とりあえずね、先に進まず、今回これで終わろうかなと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。